キャラ考察の雰囲気が夢女子のそれ、私夢女子通ってないんだよね。通ってない、なぜか通っていない。通ってそうな気もするけど通ってないんだな。これが割とね、あの女の子オタクはさ、夢女子通りがちなところはあると思うし、私夢女子の女の子可愛いなって思いながら見てるんだけどね。壁になりたい派、まあ、それもあるのかもしれないけど、これから通るのかな。通るかも。夢女子とは何ですか。そのままの君でいてほしい気持ちがあるからあるよ。壁女子、それなんかなんかやだ、なんかやだ。壁女子ってなんかそのジャンルなんか なんやかなって気持ちにならんか。壁女子なんか張り付いてる、怖くない。あ、でもそうかも。そうだな、なつめはどっちかというとカプチューよね。何の話かな。ちょっと難しいな。よくわかん、あ、急によくわかんなくなってきた。急に言葉がうまく見えないな。わかんないわかんない。ちょっとむ難しいな。うん。ああ今日もいい天気、お空きれい。いや天気いいな。いやーもう本当空だな。あ、初見です。おはようございます。おはよう。すがすがしい朝。綺麗な天気。幸せになる。自分の最後の推しカプって覚えてますか。お空綺麗。あんま良くないと思う。そういうの。ちょっ。し、お口チャック。いや、こっちとら、脳みそが、あれですから、公式から、あれですよ、そんな、そんなね、そんなってことは分かってるから、いろいろ濁したよ。分かってるから、喋らすな。行ってみたいな。ノースサファリはキツネさん抱っこできるの？キツネさん抱っこしていいの？でかくない？キツネさん。ちょっと大きめのワンワンぐらいのイメージなんだけど、キツネさん。でかくないか？いけるんや。重そう。重みを感じたい。あ、キツネさん抱っこ。なんか今わかんないけどさ、割と、ちょっとちっちゃい子をさ、抱っこしてるぐらいの感じが。お姫様抱っこ。かわいそう。中型犬ぐらいやる。いいな。じゃあちょっと、なんか違うかもしんないけどさ、ちょっと小柄な女の子を抱っこしたらこんな感じなんかなって気持ちになれるってこと？ちょっと、行くのやめるか。ごめん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 。ちょっとなんか、なに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 な
みませんね、怖くないもん、怖くないもん、じゃね、はい、じゃそんなことないもん、地雷やめてやめて、うん、やめてください、通報しないでください、嘘です、いや違う、いや、どちらかというとキモいっていうのやめてよそんなことないよ、いや行くねは、ちょっとあのおあ やめとくわ朝配信なのにごめんね、なんか朝配信だとさ逆に私のなんだタガが外れているな元気出すぎ元気出すぎかもしれない、ノンサファリのデンジャラスゾーンって何？落ちたら死にますって注意書きがある。